ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は現在 Amazon で京セラの SIM フリースマホが約6000円で販売されていますので、そちらをご紹介します。モデル名としては KC01 となります。スペックは CPU がスナップドラゴン400、 RAM が 1.5GB で ROM が 8GB、 ディスプレイは 4.5 インチで解像度は 960×540 ドット。カメラは背面のメインカメラが800万画素、前面のインカメラの方が200万画素となっています。そしてこちらの端末、最大の特徴は格安スマホでありながら防塵防水に対応しています。スペックとしては CPU がコアルコムの400ということで、こちらアンツッツのスコア的にはだいたい2万から2万5千点ぐらいのスコアになります。RAM 容量は 1.5GB で、この価格帯の製品ですと、RAM が 512MB しかないものも多いんですが、こちらの端末は 1.5GB も搭載されています。Android スマホの場合、1GB ではさすがに少ないかなという感じはあるんですが、1.5GB あればギリギリ大丈夫かなという感じです。何より、京セラ製の端末で、防水にも対応したモデルが約6000円で買えるというところが、この製品の最大の特徴でもあります。現時点での Amazon の在庫については、在庫ありとなっていますが、この年末商戦ですので、すぐに売り切れてしまう可能性もあります。もし6000円程度で買える端末で、なおかつ防水に対応したものが欲しいと思っていた方は、今が買い時かもしれません。ちなみにこちらの端末、au 系の SIM にも対応しているということですので、すでに SIM カードをお持ちの方は、基本的に全ての SIM が使えると考えていいです。今回は以上です。この動画の概要欄に、今回ご紹介した京セラの格安スマホ、KC01 の販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペックが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。